その苦しみから救ってやろう。それがこの私、傲慢の罪、ライオン神のエスカノールス。惜しい。おやおや、金貨でも落ちていましたか。この手応えを待ってたぜ。お前となら本気で遊べるな。おこがましい。つまりあれは。少しは驚いたか。これが俺の魔力、フルカウンター。あらゆる物理的攻撃を倍以上に跳ね返す。なるほど、道理で痛みを感じたわけか。さすがはこの私。どこまで傲慢で面白いやつなんだよ。殺す前に覚えといてやるよ。お前の名はエスカノール。死ぬ前に覚えておきなさい。さて、では本気のあなたに敬意を表し、私も本気を出してあげますが、まずまともには死ねませんよ。まったく物騒な野郎だぜ。そんな魔力を使えば後ろの連中はまず黒焦げじゃ済まねえぞ。なんて熱だよ。メリオダスの仇が取れるのならこの身が燃え尽きようと。よろしい。たでしょ、まともには死ねないと。クルーエルサン。プライドフレ。お酒を届けに来ただけなのになんでついてないんだろう。いや、お前さんついてるぜ。俺様と組めたんだからな。俺は祭りに優勝して心を手に入れる。そうすればお前たちが死んだとして心から悲しむことができるかもしれない。ゴーセル君が何か怖いこと言ってますけど。雑魚だな。まあ安心しろ、ちょびひげ親父。っておい。魔力5、武力5、気力5、投球15。本来なら残飯長たち同様に魔力を使うまでもないが、ジャック。体が勝手に。ライオン神に敬意を払い全力で倒そう。やめてゴンセル君、僕は君と戦いたく。ナイトメアテラお前の意識は絶望の暗闇から戻ることはない。分かってます、マーリンさん。でもそれでいい。なぜだ。あなたは僕と並んで歩む人ではない。真っ暗だった僕の道を照らしてくれた太陽そのものなんですから。ゴーセル、あなたが私に与えたのは絶望ではなく希望です。さあ、身をもって償わせてあげよう。心をもてあそんだ滞在を。想定外の結果だな。まさか精神世界の疑似的、それも抽象的なイメージで反応するとは。所詮疑似的変化では本来の数値には程遠い。姿の維持もわずかな間だろう。それだけあれば十分ですよ。なんだなんだ。メガネを返せ、ガトリングジャック。ああ、無茶苦茶だ。ゴーセルやめろ。
我が意志に応える、ジンプリット。なんだ、神技解放。エスカノールの強力無比な力と体から発する熱量は周りのもの全てを焼き尽くしてしまう。ジンプリッタの特性はチャージ&ファイヤー。奴の発する莫大な熱量を全吸収し蓄え、任意で放つことを可能にする。エスカノールを信じろ、バン。心をもてあそんだ大罪をその身をもってあがないなさい。受けて立つ。早急ハーリット自動追尾モード、ブラックアウトアロー。ゲームですか。やき、お主がこのゲームに勝てばお主も後ろの3人も見逃してやろう。本当ですか。真実の愚論に濁むはなし。僕、喧嘩は唐騎士ですが、ゲームは結構得意なんですよ。カードもダイスもどっちもいけます。ルールはシンプル、1対1の殺し合い。先行と後攻を決めたら互いに一撃を与えていき、先に死んだ方が負けじゃ。ちなみにゲームをお断りした場合は、今すぐ全員殺す。さあ決めろ、やるか死ぬか。やります。やった。ガラ、聞いてないわよ。あら、軽く肩を叩いたつもりじゃが、なんとも惚れ惚れする美しい旋風じゃい。重い。なんじゃこの旋風は、設計ミスじゃぞ。両手斧にはつかが短すぎる。当然です、これは片手斧なのだから。ジンプリッタ、太陽にめでられし乙女の名を冠した旋風。暗闇にうごめき生きる魔人ごときが触れていいものではないのですよ。しかしあなた方愚かでかつ運がない、わざわざ死ぬためにこんな偏僻な酒場にやってくるのだから。何よこいつ、てか誰、偉そうに。まさか天使か。さっきまでとは様子が明らかに違う。お主、人間ではないな。人間です。ただし全ての種族の頂点に立つものでもある。私が七つの大罪、傲慢の罪、ライオン神エスカノール様だ。全ての種族の頂点に立つものとは大きく出たな。なんと傲岸不遜の塊のような人間よ。それが傲慢の罪。最高位の魔人がこの程度で殺せる相手とは思うなよ。無論知ってますよ。そうでなくてはゲームが少しも盛り上がらない。貴様は後悔するだろう、このガランを一撃目で葬らなかったこと。クリティカル。これはメリオダスとの再戦のためのとっておきだったが、お主はこの場で消しておかねばと、わしの本能が訴えかけてくるのだ。スモンが影はできぞ。くそが。これがあなたの本ですか。バカな、バカな、バカな。ガラン、ここは一旦引くのよ。真実のわらじに号はなし。そう、
では私の番ですね。ゲームオーバーです。さて、あなたは特別に選ばせてあげましょう。逃亡か死か、私がまだフェミニストであるうちにね。ありがとう。うるさいクソジジイを始末してもらえてとっても助かったわ。そのお礼に今すぐ殺してあげる。暗淡の舞。せっかくチャンスを与えてやったというのに。いちいち発言が傲慢。永遠に黙りなさい。ごちそうさま。くらった炎。違う、そんなレベルじゃない。これは、これほどの力を出せ。お前の力は。サンシャイン、偉大なる我が魔力。存外楽しめた。可愛い弟と兄弟喧嘩をした時以来か。大した人間だ。殺すのが惜しいぜ。くそ。一体どうやってあの団長を止めればいいの。残された猶予は1分。奴の力は日の出とともに刻一刻と増し、正午を迎えると同時にピークに達するのだ。時間にしてわずか1分、奴は無敵の権化となる。その名はザ・ワン。まだ隠してやがったか。噛みちぎり。かゆ。世間。エスキャノール。魔の神とやら。人間に見下される気分はどうだ。バルトラ、覚悟しろ。俺の最高の料理でもてなしてやるぜ。よろしくお願いします、バン師匠。分かってんじゃねえか、団長。そんじゃ、アップルパイから行くぜ。うわ、助手を頼む、エリザベス。キュピーン。ってゴーセルかよ。また勝手に制服着てる。その制服買い取ってもらうからな。まずは皮むき。粉々だろ、皮むけよ。って拾ってんじゃねえ。小麦粉に塩少々。って、少々つったな。かき混ぜて。ってお水入れてからだよね。生地を伸ばす。それじゃピザだよ、団長。リンゴを包む。まだちゃんと切ってませんけど。じゃあ焼くぞ。やれやれ。終わったな。
どうなってんだこれ。美味しそうですね。ありえねえ。見た目は完璧だ。そこだけは気を配ってるからな。いや全部に気を配れよ。というわけで試食タイム。どうだキング。え、いやおいら今朝から具合が悪くて。ディアンヌ。あ、僕さっき済ませちゃったから。ファン師匠。殺すぞ。味覚音痴に用はなし。マリンどうだ。ほう、私にその物体を食えと。私が食べましょう。マーリンさんを守るのもこの私の務めです。おっ、うん、